そうでもね、この世に生み出してくれたんだから産んでくれてありがとう。それ以上でもなきゃそれ以下でもない。なぜ加害者なんだね。このメカニズムをよくね、前世的加害者、前世的被害者、現世的加害者、現世的被害者、これ完璧に相対変化してるってことです。だけど右足左足、ね、前に進むためには必ず後ろにある、ね、悪が善を超える、恨みが愛に基づく、ね、全部後ろにある者たち、被害者が加害者を許す。例えば国家間、お宅の国に足を踏んだ、お宅の国はね、日程36年でね、支配した、南京虐殺した、いつまでも過去の恨みつらみを言っててね、前進みますか。日本がなぜここまでの国になったかって言ったらね、原爆を落として、東京をめちゃくちゃにし、ね、4大都市、5大都市をめちゃくちゃにした、アメリカを全て無条件で受け入れて、許して一切そこには触れない。ね。だからアメリカと世界一の友好国になって、アメリカが生まれた文明、電気産業、自動車産業、全部日本が取るんですよ。これが愛のね、ね、日本がなぜここまで先進国家になれたかって言ったら、日本をめちゃくちゃにした、ね、ブロック経済で日本を追い詰めて、太平洋戦争に生かされないような状況を作ったのはアメリカですよ、元を正すが。だから日本は牙を見たんです。ね。あんなね、大国にですよ、僕はニューヨーク行った時に、はあ、人斬り包丁腰にぶら下げてちょんまげで歩いてね、かっぽしたね、時代にですよ、もうこんなもん作り上げちゃってたのかと思った時に、日本はバカだと、何も知らなかったんだって、この国を、このアメリカって国を何も分かってなかったってね、そういうとこ思いました。勝てっこないと、すごいと思いましたね。ちょんまげね、人斬り包丁の時代にあれだけのね、橋を作り上げちゃうんですからね。で、アメリカにね、徹底してやられたけど、ね、そのアメリカを許して、愛して、ね、それを無条件でありのまま受け入れたから、日本はアメリカにある全てのポテンシャル、エネルギーだね、持ってる全てのエネルギーを日本は吸収したんですよ。わかりますか？これが恩師を愛することによって自らの恩師を解放するってことです。だからまず親は、親という立場はね、子供が加害者だと、ともかくね、だけどその子供をどれだけ自分たちが愛してるかってことなんです。わかりますか？そしてこの加害者たちを許して、愛を中央として徹底的に愛して、そして子供たちを愛することによって、子供たちは全ての罪の贖罪だね、贖いと償いを成していくんです。だからこのメカニズムは分かってない。だから恩師は恩師のごとくやるから、子供を虐待したり、自分たちの感情で子供を育ったり、自分たちの感情で子供を送ったり、みんな自分たちの事情ですよ。この方程式を親たちは何も理解してないし、子供たちも理解してない。全てが仕方なく生まれた、勝手にね、性的交渉、淫乱なね、性的交渉でね、勝手に生まれた、勝手に産み上がって、で親も何も言えない。このメカニズムは分かってない。このメカニズム、前世加害者、前世被害者、現世加害者、現世被害者、この相対変化の法則が分かんないから、この地球の牢獄交渉を何度も繰り返すんです。